が。ラジオネーム、父ブリリンギャルもどき。名前変えてきてるな。姉妹もどきやのに。パーティーちゃんにお願い。うん、A マッソ2人の恋バナと旦那のプリクラ見たいからおねだりして、うん、あそうマジでそうってない、そうってない、うちだって全然見せてくれないじゃないですかプリ撮ってないずっとやってんのになんで撮ってる前提なのだって撮らないわけないもん、撮らないですか逆に今ってさ、はい、今のギャルってプリクラ撮るん撮る、はい、なんでもう一回流行ってる、うん、あそうなんです、いやもう私は廃れたもんやと思ってたわ大盛り上がり、いやほら気づけ今、うん、その旦那の話をすり替えたいからプリクラ事実やられたすげーえもしかしてディベート強いお前らが弱すぎるあの君たち聞きたいでしょこういう風に聞きたい聞きたいあの君らぐらいしかいないよねこういう突破口を開ける、ね、誰も聞かないよね、うん、でも狩野さんが上手くて君ら毎回ね分かれてんだ前も、うん、あのなんか営業一緒でバス移動してる時に、うん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 あのバス内で、うん、確か信子が言ったのかな、うん、この3人ねえねえ関西ってさ週どんぐらいっちしてんの、うん、言ってあみんなそのバス乗ってるやつ確かに気になるなみんな耳すましたら、うん、いや別にな別に週なんとかないわ今も入っとるわとか言ってそうだよ、ね、信子が笑いそうなボケをして信子あー面白いとかって話が流れてだから俺らからしもっと行けやの面白いじゃねえよさあということでございまして次回の週末バディちゃん今日はありがとうございましたありがとうございましたいかがでしたかもっと聞きたいこといっぱいあったな、まあ、あったけどねえ全然旦那の話もう一回やりましょう何をですかえなんかじゃあ例えば、うん、最近いつチューしたかとか今もしてるやんなんでこれこんな面白いの面白いただ嘘つかれてるだけ